はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑博です。朝倉みくる優遇の八百長雷神が今年中に潰れる3つの理由についてです。年に一度の格闘技の祭典、雷神33大晦日が誰も望んでいないファンゼロ人説ファイター、小木チャンネルの優勝で幕を閉じました。話題の中心は柴田容疑者と久保優太の八百長漫才です。真剣勝負が売りの格闘技で致命的な八百長問題にもかかわらず、雷神側は一切説明しようとすらしていません。今回は雷神が潰れてしまう3つの理由を解説していきます。雷神はテレビ局からの広告費に依存したビジネスモデルです。広告スポンサー獲得が生命線と言えます。雷神はヨギボーには足を向けては寝れない状態と言えるでしょう。そしてイメージを大事にする B2C の広告スポンサーのタブーは何と言っても不祥事です。しかし最近格闘家のイメージ悪化が加速してしまっています。朝倉未来選手が素人の鼻を折りアイドルをボコボコにしダサいホストのような髪色にしてしまいました。また朝倉未来選手と同じアウトサイダー王者の慶之助選手が打撃素人の迷惑系 YouTuber ヘズマリュウにハイキックをかまし病院送りにしました。また松尾万内にの可愛すぎる格闘家パンちゃんリナの炎上です。なんとパンちゃんリナは元売れない六流芸能人であったことがバレました。そしてセクシー動画まで流出されていたのです。しかも昭和の AV 女優のようなネーミングセンスでした。大失態です。それに加え今回の柴田容疑者の八百長疑惑です。そして肝心のバンタム級グランプリは岩手出身の妖怪乳首舐め職人が優勝してしまいました。大失態です。このままではスポンサー離れが加速し、テレビ依存型ビジネスモデルの雷神は潰れてしまうでしょう。もちろん雷神側もその可能性は分かっており、今年から戦略を大幅に変更します。大会数を増やし、ペーパービューを軸とした収益モデルに変換するのです。2021年は9大会の開催だったのですが、今年は15から17大会と大幅に大会数を増やすのです。しかし、軸となる朝倉兄弟のファンは子供と暇な学生ばかりで、無料動画しか基本見ません。ペーパービューを買う層はコアな格闘ファンの社会人です。コアなファンは、柴田の八百長やおしゃべりクソ野郎浩二の反則、息子カズのカズダンスなどは見たくありません。本物の格闘家の命を削るような戦いが見たいのです。しかし雷神は格闘技のできるビジネスマンや八百長 YouTuber、昭和の AV 女優風の芸名のファイターを優遇してしまっています。雷神とコアな格闘ファン、無料動画しか見ない YouTuber ファンではマーケティングが変わってくるのです。雷神大晦日の再生数1位は朝倉未来 VS 斉藤豊、2位は柴田容疑者、3位は息子カズ、イケメン子供ホスト、4位は萩原恭平 VS 怪物くん、5位は那須川ローション VS ゴミ選手のエキシビジョンです。肝心のバンタム級グランプリ決勝は入っていないのです。マーケティングの方向性がかなりずれており、コアなファンをないがしろにしているのでしょう。このままでは主力であるバンダム級を妖怪乳首舐め職人34歳岩手県出身が駆逐してしまい、草の根も生えなくなるまで舐め回し、雷神は潰れてしまうでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ正月太り解消当たり前ルールをご覧ください。それではさよなら。